いつもご利用いただき誠にありがとうございます。今回は T シャツですね。ロング T シャツ、長袖の T シャツをご依頼いただきました。染みの付着状況になります。袖ですね、袖右側の袖口ですね。こちらが左側の、こちらは、どの部分になるんですかね。これ何て言うの、ここはから下の、はい、まあ、あの袖ですね、袖の、はい、まあ、中央よりやや、下部分ですね。はい、あとそうですね、身頃ですね、身頃というか前ですね、このように、点在した状態です。はい、おそらく、そうですね、泥汚れですね、泥汚れかとは思いますが、まあ赤土っぽいですね。はい、こちらを今からちょっとしていきたいと思います。かなり、生地に染み込まれているような感じで、なかなか取れてくれない感じですが、はい、まあ、あの泥汚れ用の洗剤、いろいろ市販されていると思いますが、まあ、はっきり申し上げて、どの洗剤を使っていただいても、あのまずご家庭で落とすことは、至難の業だと思います。まあ、よく、こんな感じでね、洗剤を染み込んで、あもみ洗いをして洗濯機で洗うとかね、そんなような感じで紹介されているかと思うんですが、動画なんか見ていただくと、まあ、それだけで落ちる場合もあるかもしれないですが、基本的にはまあ、そうですね、まあ、例えば、まあ、不溶性の物質、あと他には金属ですね、鉄分、まあ、いろんな、ものが混在してますので、なかなか完全に落としきるのは難しいかもしれないですね。はい、一応これ、今、まあ、油分も含まれていると思うんで、まず油分の処理をしっかりして、はい、その後に、漂白ですね。
はい、続いて、鉄分ですね、鉄分の処理。はい、この段階でまだうっすら残ってますので、あとは不溶性の物質を物理的に押し出す。まあ、我々プロがやってもね、これだけの手順を経て、かなり手間のかかる作業にはなりますので、はい、まあ、設備のないご家庭では極めて難しいかと思われます。まあ、表面的なね、まだ生地に浸透せずに乗っかっている状態の泥は取れても、一度このようにね、しっかりと浸透してしまうと、取ることはできないと思ってください。でまたそういったね汚れで、お困りの際には、ぜひとも、弊社をね頼っていただければなんとかさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、一旦ここまでになります。